おー、我が家に、戦うロボが、すげえ夢みたいだ。全体のプロポーションこんな感じですね。てててててて、うわー。動画をご覧に皆さん、こんにちは、オタァです。今日組むキットはこれだ戦え、戦う番、モデロイド、戦うロボだ <laughs> あ全国のガング野郎集結せよというわけで早速行きましょうご存知のない方もね、どうぞ最後まで見てください。オタファが、このモデロイドのアンケートに毎回書いてたのがこの戦ロボです。これは世代の人にとっては、お兄ちゃんガング野郎にとってはちょっと懐かしいのではないでしょうか。80年代の OVA 作品ですね。全3話あって、このアクト3ですね。第3話のこの作画のイメージの立体化となっています。 ま、今ではなんてことないんだけど、昔の OVA 作品では、こう、エピソードをまたぐと、ガラッと作風とか、デザイン変わってたりとかするんだけど。これはね、メカデザイナーの大張正美さんが、あの、デザインしたアレンジになっています。あの、後でレ、レ僕はレンタルビデオで借りて見てたんだけど、そんな話をね、動画の最後でもしたいなと思います。あもう嬉しい。これ、ゆっくり解説していいこのイクサーロボに乗り込むのは、イクサー1。 そして、劇中のヒロインの、え、カノ納なぎさ。なぎさとイクサワン。まあ、共にね、女の子ですね。うん、この、いわゆるね、美少女ロボものなんだよな。あの、中名先生による特撮ソングというのかな。宇宙刑事 BGM とかね。うん、もう最高なんだよなパッケージはね、結構薄いです。あの、他のモデロイドとかって結構箱が厚かったりするんだけど、これは薄いタイプになってますね。いいですね。あの、劇中のマッシブで。 いわゆるあのバリッターフォルムになってますねフェイスガードのありなしが選択できるんだねあっけーろ刃物を使う時は気をつけてねせーのじゃーんおおランナーいっぱい入ってますちょっとじっくり見ていきましょうトレードカラーのグリーンですねなるほどあの色味の解釈って人それぞれあると思うんだけど結構濃いめのグリーンですね なるほど、なるほど。僕の中では、う、あの、メタリックな、ライムグリーンっていうイメージがあるんだけど、結構濃いめのグリーンカラーになってます。あ、一部ね、塗装されてますね。部分塗装ありがたいです。それから、あ、これが、なるほど、メインのボディカラーですね。劇中で、イクサロボがこう出て戦うときって結構薄暗いところで戦ってたんだよね。僕はなんかこう、ホワイトなイメージあるけど、結構、えー、ライトグレーに近いような色合いで、あ、これはあの、重厚感があって、 いい色合いだなと、個人的には思います。いいですね。ありです。ありです。ははは。こんな感じですね。色数としてはこの2色が、あほとんどといったところかな結構ランナーが入っています。この辺はハンドパーツ周りかなそして、あ、これが最後ですね。関節。これはブラックです。そして、紙類。説明書にシールはなさそう。いやー 今の時代にイクサーロボの立体物が出るなんて本当にすごいことだよね。あの、このイクサーロボの立体物欲しかったらもうガレージキットを買う以外の選択肢なかったからね。すごくありがたいですね。お組み立ても見ていきましょうか。頭部から組み立てるルッで毎度おなじみの説明なんだけど、 あの、色がね、あの、ついています。フルカラー仕様になっています。あ、この、そうそう、僕はこういうライムグリーンな色合いのグリーンのイメージしてるけど。うんうんうん。なるほどね。あ、もうこう見てるうちにほぼ完成じゃないかこれ。手首作って。あ、本体出来上がりましたね。いや、これ色がすごくいいんで、そうだね。基本的には成形色で、ちょっと部分塗装仕上げでいこうかなと思います。8割ぐらい組み上がると、こうなります。 ここまで来ました。えっとね、ゆっくり組んで、あでも作業の、いろいろ撮影とかの作業の合間だったけど、素組み自体はめっちゃ早かったですね。まあ、丁寧にゲート処理とかしても、3時間ぐらいかな。で、その後、まちょっと、これ成形色仕上げではあるんだけど、ツヤの感じで仕上がり変わるかなと思ったんで、グロス仕上げにしました。トップコート吹いてますね。で、時間が許す限り、 あの、コンパウンドでね、あの、磨いています。あとは顔周り少し、あの、塗装し直したっていうぐらいかな。基本的にはほぼ素組みです。というわけでね、見ていきましょう。ハンドパーツ豊富にいくつか付属しています。戦ビームとかで使用する。両手ついてるやつとか、表情のついた平手などですね。あの、基本的にはね、モナカ構造、A と B のパーツ貼り合わせるっていうのが多いんで、 あ,あまり細かくばらせなかったんだけども、このようになっています。これ足ですね。組んでるときはね、あの、もちろん、あの、戦湾見ながら、3話をずーっとループして、えー、組んでましたね。やっぱ今見てもいいですね。すごく感慨深い気持ちに、えー、ずっと浸っていました。ああ、立体物が、ついにっていう感じですね。 ここはもともと部分塗装されてたところですね結構ねシンプルな構造となっていますね全体ねあとで可動範囲なんかも見ていくけどなんか僕の中であのツヤツヤなグロスのイメージがあったんだよねあのもともとの成形あのプラは少しツヤが抑えられた感じになっててそれはそれで良かったんだけどうんあのツヤがある方がいいかなと思ってね いいよね、こういうあのなんていうかこう柔らかな局面がありますそれから足腕周りですねどんどん組んでいこうかハンドパーツ軸接続ですねちょっと暗くて見えない、うん、可動もね、まあ、割とオーソドックスな感じですね自分の中では アクト3のやつは、うん、左、右腕がないのが僕の中のイメージなんだけど。そっからがね、本領発揮という感じで、劇中で、あの、右腕がね、あの、切断します。これは肩アマーですね。すごくシンプルな構造で、僕的には組みやすかったけどね。こんな感じですね。ててててててて。あの、でやっぱ BGM いいな。<laughs> やっぱ戦わ、うんは BGM がすごくいいですね。で組みながらでこういうのもあれだけどやっぱ渚と戦わんのフィギュア欲しいね。メカスマさん出してくれないかなちょうどねあのプラキットでのね展開も今後あるようなんで戦か。うん渚は、まあ、どっちか欲しいね。横言えば両方欲しいけどね。 なんかやっぱこの時代の OVA 作品はやっぱ味があっていいですね。さっき冒頭でも多分言ったと思うんだけど、あのエピソードをまたぐと全然変わっちゃうっていう。僕はなんかそれで言うとね、メガゾーン2-3のあの作風が全然変わっちゃうっていうところが、うん、すごくなんか象徴的かなと思いますね。背面のバインダー。ちょっと今日は元気がない <laughs>。 いや、めっちゃ元気あるんだけど。うん。感慨深いですね。テンション上げていきましょう。よくできてますね。本当にね。こんな感じでしょ。で、ここまでがほぼ素組みで、ここ塗り直してますね。ここ、もともとイエローがあったんだけど、自分はあの薄、薄暗い中で、ここの、あの、額の部分がね、ビカって光ってるイメージがあったんで、ここは蛍光色で塗り直してますね。蛍光ピンク、 結構イエローで少し朝食して赤みの強いオレンジになるような感じにしてますね。あの、は,はっきりとした色合いになります。あとはえ、フェイスパーツは2種類あって、この横にガード、グリーンのガードがあるタイプとないやつがあるんだけど、目を塗り直してますね。目はイエローだったんだけど、えホワイトにちょっとだけ蛍光イエローを入れて、 うん、もうちょっとこう目がピカッと光って見えるように、えー、したっていう感じですね。これがガードナッシュのやつ。で、フェイス、えー、これ交換式になってるんだけども、えっ、ー、とね、結構、この指だけだと結構しんどいんで、はめて奥に押し込むみたいなやつですね。あの、コの字になってるんだよね。ここを切り飛ばせば、 なくてもいけると思うけどそんなに頻繁には交換しないなって僕は判断したんでこのまんま行くことにしました戦はロボってねあのこのアングルもいいんだけどちょっとこう上向いてるこれがいいんだよなあちょっと早く雲 <laughs> ちょっと待ってね交換する場合僕の場合はこういうの使ってでこの横のこのガードに気をつけたいんだけど、うん、こうやって押し込んであげるとこれで出てきます うんとりあえずうーんガード先にガードついてるやつでいいかなつけましょうちょっとゆっくり今日楽しんでいいでしょうか <laughs> はめてグッて押してあげると、うん、これで安定しますこんな感じどう目とかさセンサーの部分あセンサーこの額のとこ結構いい発色してるなと個人的には思います 劇中見てるとね、ここら辺はやっぱり、ね、こうブルー調なんだけど一応部分塗装されてグリーンが少し明るくなってるんだけどそうだねやっぱグリーンに見えるかなもうちょい青みが強くてもいいかなとは個人的に思います交換する時にここが外れるって感じです押し込んでこのように取り付ければこれで完成戦アロボだ おー我が家に戦うロボがすげえ夢みたいだ全体のプロポジションこんな感じですね。ててててててうわーいいですね。ちょっと全体を光沢感がある。グロス仕上げにしたんだけど。そうだね。成型色のあの艶消しもいいんだけど、僕のイメージではやっぱこの光沢感がある感じなんで、 うん、グラス、グロス仕上げにしてよかったなと思います。わ大きさが16センチです。そこまで大きくないんだけども、十分ボリューム感を感じます。いいデザインですね。今回のこのモデロイドの原型を担当なされたのは、森口アランさん。もう僕の中ですごく大好きな原型師さんですね。 僕は知ってます。森口アランさんは昔ブリバリーシステムというディーラーで、あの、い戦ロボ出してるんだよね。それ欲しかったんだけどななかなかチャンスがなくて手に入れられなかったんだけど、またあの、森口アランさんによる戦くさロボあ、手に入って本当に嬉しいですねこれね、やっぱ煽りで見るのがいいんだよね。わあ、最高だなえっとね、僕の中でもうちょい上とか向いてる。 こういう感じかな。で、で、で、で。この額のちょっと上のところが、やっぱりね、あの、その大張さんの、なんかすごく個性的な、あ、こういう感じこういう感じうん。いいですね。今日ちょっとちゃんとしたレビューになってるかしらうん。なんかね、やっぱこれは、やっぱじっくり眺めるのに、いいね。 イクサーロボといえば、アクト1の時は女性らしい柔らかいフォルムになってたんだよね。で、このアクト3になると、まあこう、いわゆるスーパーロボットフォルムになり、もう顔が、いわゆるかっこいい方に振っているっていうのが特徴かなと、個人的には思います。このモデロイドではアクト3のそのフォルムをちゃんと再現しているところがいいですね。近くで見ていきましょう頭部もうこれぞイクサーロボといった顔です。 でちなみに森口アランさんの SNS を見たところこの頬の横のガードの部分ここに結構厚みがあるので少し削ってもいいんじゃないかという提案がありましたなのでこれは少し削り込んだ状態となっています確かにこっちの方がイメージ近い、まあ、どうしてもね厚みは、まあ、しょうがないよね耐久性とか、まあ、プラモデルであるとか色々いろいろ考えると少し厚みが必要かなと思ったんだけどねギリギリまで あの削り込むといい感じですよ。ちょっとこのまま上向けていいでしょうか。うん。何回もあの申し訳ないんだけど、このおでこのところ、ここにすごく色気があって、これをちゃんと再現しているところが嬉しいですね。影になってちゃんと暗くなるところとか、うん、僕がすごくイメージしている、あのアクト3の戦ロボって感じ。上半身、肩アーマーがかなり張り出しています。 アクト1の時はね、もうちょっとこう、下がってる、こう、柔らかい感じになってるんだけど、少し下げてあげると、あの、あの雰囲気もちょっと出せるかな、という感じです。胸部。ここに渚が乗っています。まあ、どんな格好で乗っているか、ちょっと、うん、うん。まあ、オタファの秘密基地なんでね、僕は言えないけど、<laughs> で、イクサー1はね、えー、この、えっ、ー、と、口元かな口元があコックピットになってるんじゃないかなと思いますね。光に包まれるようにね、乗り込みます。 えー、お腹周りいいですねあの何、ー、て言うかな柔らかい曲面なんだけどもしっかり線が出てるという感じですねえんとなく言ってる意味わかるでしょうか、えー、あの曲面なんだけどこうラインがこう出てるような感じですこういう太ももとかもそうこう曲面なんだけどしっかりラインを出しているような感じになっています今日ちょっとなんか進行が遅いな <laughs> じっくり見すぎでしょうか。うん。まあ、こんな感じになってますね。結構シャープなところはシャープに。柔らか、柔らかい局面は局面にといった感じですね。こういうところとかいいじゃないですか。<laughs> いや、本当に嬉しいですね。稼働に関してはかなりオーソドックスです。ちょっと触ってみましょう。首元と、 首の軸の部分ですね。根元の部分でこういう風に稼働します。襟元で少し干渉するところまで動くといった感じかな。上を大きく向けられるところがとにかくいいです。肩周りの付け根はボールジョイント。で、腕はこのようになっていて、このように上げることができるとか、肘。肘は一軸ですね。こんな感じで。で、軸部分でこう回したりとかすることができます。で、あと手首は、 ここのアーマーのところにロール軸があり、ここはここでロールできるし、あとは手首の、さっきの接続軸の部分ですね。まあ、ここで少し表情をつけられるとか、いう感じです。そんなにめちゃくちゃ動くっていうわけではないけど、まあ、十分よく動くかなという感じ。ここの付け根はボールジョイントだし。それから足。意外だなと思ったのは、これロールが効かないんですね。固定しています。 これ理由があるかなってちょっと考えたんだけど、ここをこのグリーンのこのラインがきれいに常につながっている状態になるんでね、ここがロールしちゃうと、なんかこの美しさを損なっちゃうからなのかなと思いましたね。そう、だからこうロールできないです。気をつけてください。こういう感じで動き。開脚。うん。それから膝。膝は二重関節ですね。こんな感じで動きます。 うん、渋みも絶妙だし、まあ、オーソドックスな稼働ながらよく動くかなという感じですね。付け根ボールジョイント。で、あと中に軸が入ってます。軸で動き、ボールジョイントで調整みたいな感じです。背面のバインダーはこのように可動したりとか、軸なんで表情をつけることができます。 覚悟を動かして、アクションごめん全然大きいアクションポーズじゃないんだけど、なんかこういう感じが僕の中の戦ロボのイメージかなぁ。平手に交換しています。この戦ロボは三本指のロボットなんだよね。うん、こういうイメージかなりあるなぁ。で、何度か言って申し訳ないんだけど、この頭部のイメージって、そうそう、この頃だと、あの、ドラグナーのオープニングあれの、 顔立ちとかに、うん、なんか、その大張さんの特徴出てると思うんだけど、結構この上を向いてるのか、みたいな、うん、こういう感じだよね。迫力のある造形になってて、もう本当に見栄えがいいです。劇中の戦ロボの戦い方は、やっぱりなんと言っても、あの、ビームだね。あの、体中に、この黄色い、なんていうかな、エネルギーみたいなビームを放出する、戦ビームとか、あとはなんと言ってもパンチとか、ドシッとした感じが、ちゃんと、 出ます。それから、イクサービーム。両手を握りしめて、この放つポーツですね。これもちょうど脇をしっかり締めて、まっすぐでこのように構えられます。開脚も申し分ないんじゃないかな。十分足が開きます。全体の可動範囲で言うと狭めではあるものの、ロール軸とかが結構あったりとかするんで、表情をね、すごく変えることができるんだよね。 どっしりと立たせてもいいし、大きいアクションポーズにもちゃんと対応してます。あとは、アクト3の XR ロボといえば、やっぱなんといってもこれですね。右手を攻撃されて落とされるんですね。結構これ組んだ人は右腕をだけをね、取るみたいな人も結構いるんじゃないかなと思います。実際劇中では、この右腕がなくなってからが本領発揮で、まあ、こっからそのエネルギーというか、怒りゲージというか、より強くなるんだよね。 余談なんだけど、大張さんといえば結構ロボをボロボロにするというか、なんかそういう美学を持ってらっしゃいますよね。なんか今ふと、今絶賛ね、放送中のあの、あのバンバンなロボットもね、こうボロボロになっていくのがちょっと心配ですね。まあでもその美しいロボがボロボロになっていくっていうところもね、まあそこがかっこよかったりもするんだけどね。 あとはロボといえばその劇中のね渚の叫びがすごくいいんだよね。総じて可動範囲に関してはあえてロールさせないとかいろいろ制限はあるものの細かい部分が結構稼働するので劇中のあの迫力のあるポーズをね取らせることがちゃんとできます。まあ僕はあの何て言うのかな劇中のイメージだと俊敏な動きでなんかめっちゃ動いてるってうよりはドンと何かこうアングルかっこいいアングルでこう立って。 なななんんかこここうううう決決ままってるようなところががすすごく印象的なんででういうのが決まれば全然、OK、ですね本体の稼働やギミックはこんな感じ。さあ、そしたら最後は大きさ比較ですね。いつものガンダムくんと。改めて、これ単体で見てると、あの、ピンとこないかもしれないんだけど、例えばこういう普通のプロポーションをしたロボットと並べると、まあ、どれだけ今回の戦ロボがこう、いわゆる、いわゆるバリッタロボットになってるかっていうのがね、わかるかと思います。かなりメリハリが。 聞いてますよ、ね、あで大きさ的には16センチなんでそこそこボリュームがありますそれからあとはこれとも並べたいね同じモデロイドの断崖窯おこれも原型は森口アランさんによるものですねこうやって並べるといいですね大きさは断崖用の方が大きいですねあの実際にこのこの2体が並んでるイラストがあったんだよね握手してるやつなんだけども 他にも、まあ、ここにはないけど、この時代の OVA のロボとか並べてもいいだろうね。ゼオライマーとかさ。はたまた同じ大張さんのロボのつながりで、ダンクーガとかね。そういうのがあってもいいなと思います。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回の戦いイクサ1、モデロイド、イクサーロボのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。僕が夢にまで見たイクサーロボの立体物ですね。僕にとって初めてでした。実際に発売されたものはアクト3のバージョンということで、本当にあの、大張さんの描くスーパーロボット風味のバリッタ。 あの、戦ロボという感じです。可動範囲はそんなに広くないものの、まあ、劇中の、あ、なんていうかな、あのどっしりとした佇まいとか、躍動感のあるポーズっていうのは十分撮らせることができます。素組みでも十分色はいいですよね。僕は今回トップコート仕上げでちょっとだけ手直ししたんだけど、いや、これは本当にいいなと思いました。組み立てもそんなに難しくないです。ゆっくり組んで、僕の場合は2、3時間といったところです。 さあ、そしたらね、僕、僕からは一個だけ、一個だけ本当にメカスマさんに要望があるんだけど、もう、これが、これがめちゃくちゃ売れたら、もうアクトワンのやつをぜひ、ぜひ出してください。まあ、何度か言うように、あの、その、シリーズのエピソードを通じて少しフォルムが変わっていると言ったんだけど、僕は、あの、レンタルビデオで、 この戦ワンのことを知ったんだけども、当時ね、僕が通ってたレンタルビデオ屋さんは、エピソードワンしかなかったの。アクトワンしか見たことがなかったから、僕の中の戦ロボってあれっていうイメージがすごくあります。で、だいぶ時が経って、まあエピ、そのアクト3までを見て、あ、これがあるっていうのを、存在を知ったんだけども、やっぱなんか自分の中の初めて見た戦ロボがあれなんで、いやー、出してほしいなと思いますね。 まあ、言ってもね、すっごい贅沢な話なんだけどね、この戦ロボが出たっていうこと自体も、すごいことだし、まあ、それ以上求めちゃうと、ちょっとあれなのかもしれないけど、まあ、アクトワンはアクトワンの本当に良さがあるので、僕だけじゃないと思うんだよね、そ、そっちを待ち望んでるっていう人もね、いると思うんで、メカスマさん、もしこれがね、めっちゃ売れた際は、ぜひアクトワンの方もね、出してください。いやー、でも今、今言ってごめん、本当になんかでも、すっごい贅沢な話してるんだけどね。 実際ね、アクト3は立体倍かなりしますね。その大張さんのこのプロポーションで。本当にね、置いとくだけで絵になります。この森口アランさんによる造形もいいよね。このバリッタイクサーロボのかっこよさ。これを最大限に引き出しています。作品を知らない方にも強くお勧すすめしたいですね。あ、あとこれスパロボにも登場してましたね。もうとにかくこの動画を見て、あ、いいなと思った方。もしよかったらね、強くお勧すすめします。気になった方、ぜひ組んでみてください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あと、はどんなことでも結構です。おー、オタファー僕初めて見たけど、これすごいかっこいいねとか。あー、これ、スパロボで確かに、あの、使ったことがあるとか。あー、僕はこれ、オタファー、直撃世代でこれ OVA 見てたよとかね。あ、確かに僕もアクト1の思い出がすごくあるなとかね。 ナギサとか、イクサワンのフィギュアとか出、出してほしいねとか、はたまた、この先ね、イクサシグマが出てほしいとかね、いろいろ要望があるかもしれませんね。などなど、どんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでしたまってねーごめんなさい。ここまでを取って今気づきました。どうやらこの翼。 このバインダーみたいな翼なんだけど、俺ずっと間違えてましたね。長い方が下に来てました。あ、こう、これが正しいです。ごめんなさい。長い方が上に来てます。もうちょっとね、今もう最後の最後で気づいちゃったから、まあね、全部を取り直すとかもちょっとあれなんで、まあもう申し訳ないんだけど、ちょっとこれで勘弁してください。正しくは、こうですね。あ、こんなに張り出してたんだなと改めて思いました。 ははは、あの組む時はね気をつけようね。えー、今日の教訓説明書はよく読もうというわけでごめんねおたまでしたお待たせ <music>